これから目下のところトップを行きますソビエトのラショノワ選手の演技をご紹介することにいたします。最後の種目は平均台であります。現在 29.774、ボンタシ選手がすでに4種目終わっておりますが 9.588 以上を出しますとボンタシを抜いてトップに立ちます。もし 9.863 以上の得点を出すようなことになりますとラショノワ選手の優勝が一気に決まってしまいます。この平均台はいわば落下というのがあるわけでありまして、最後の種目が平均台ということになりました。なおベレンキー選手の今の平行棒は 9.80 という高い得点が出ております。さあ平均台の演技が始まります。ナタリア・ラショノワ前方宙返り上がりであります。決まりました。何かあの加納さん決め技っていうのがピタッピタッっていう感じがしますね。そうですね、実際には今着地では止まってないので、まあ、細かいミスということは言えますけれども。そうですか、まあ、無難にこなせばこの選手は高得点は出る選手ですから、はい、まあ、慎重にいってもらいたいですね。なるほどね。今年16歳です。世界選手権は銀メダル。ちょっとバランスを崩しましたね、はい、細かいミスですね、はい、本来はあそこのジャンプはつながるはずですね、はい、まあ、大きな減点にはなりませんね、はい、非常に慎重に演技をしております。ラショノワ、後転飛びの連続、後方抱え込み2回宙返り、ね、うまくまとめ